ちは、今年第7回目の公募塾を始めさせていただきます。本日はですね、今日のテーマは、夏に、世界一周の船旅に行ってましたピースボート地球大学の報告会をさせていただきます。道先案内人として、乗られた武者浩二先生に、その船の中で の講座の内容であるとか、サイバー対話での、ネットワーキングの広がりであるとか、その他 の講座などについて、報告をいたします。このピースボートで、いろんな活動がありました。まあそのことはまた後でご質問にお答えすることにしまして、主に、このいわゆる水先案内人という名前でいろんな問題について話をする人たちが乗っていました。で、私も自分の札をつけて、で、水先案内人ということになるのは不適当だと思って、水先不案内ということを書いて、それでまあいろんな水先案内人の方たちと知り合うことができました。それで皆様にお配りしましたピースボート水先案内人との出会いということで、その資料をお配りしてあります。中の2枚が水先案内人の話です。それからあと1枚が私がどんな話をしたかということについて、書いた1枚の紙があります。で、あともう一つ大事な、そっちが一番大事なんですけど、実はいろんな寄港地がありまして、いろんなところに1日か2日泊まる、1日半とか朝着いて夕方出るというところもありましたけれども、そういうところで、ツアーが大体6つから8つぐらいいろいろ選択ができるようになっていましたが、その中の1つのあるいは2つの、ツアーは単に見学見物をするだけではなく、そこのところのでいろんな住んでるだけではなく、いろんな活動をしている、団体と話し合いをする、ということがありまして、ですからピースボートが計画して いる中で、お金を出していろいろなところを見物したい人は見物をすることが自由にできるようになっていますが、その他にピースボートで前からずっと付き合っているというところが多かったんですけれども、そういう市民運動を訪ねるということがありまして、ですから船が動いている間は水先案内人のいろんな話を聞いたり、ただ聞くだけじゃなく質疑応答するわけですが、そういうことと、それと降りて、いろんなところに行く、ということをしてきました。実際の世直しができるんだという、で、今そういう世直ししなければいけない状況にあるという話としては、彼女さんの話も
遺伝子組み換えの問題、生命特化の問題、の話を一つと、それから私たちが変える地球、地域が変える世界と、やっぱりローカルなことを中心にしてやるっていうんで、さっきのこのゆっくり生きよう、答えはローカルにあるという、ローカルというのが一つこうキーワードになって、そこにこう生命の問題と、こちらの遺伝子の生命の問題とがつながっているという、そういうような話がこうあったわけです。それから、あと詳しくは言いませんが、日本から行ったリビアの青年が、いろんなアラブの春のことなんかについても話をしたり、それからカルロス・リベというコロンビアの青年、まあ、幸せの経済学と、あとここに書きませんでしたけれども、今のラテンアメリカで起こっているベネズエラのこととか、そういうことについてのいろんな話をしました。それで、まあ、これそういうことで、まあ、実は第3というふうに別のことをまとめ方をしようと思いましたけれども、結局要するに日本ではほとんどこう語られることがないことがたくさんある。でそれをこうピースボートに乗って、こういう人たちの話を聞くと、日本の中の六ヶ所村のことだとか、そういうことも含めて、要するにマスコミではあまり教えてくれない、あるいは学校でももちろん教えてくれない、そういうことがあるということが出てきました。それからそのことでは、ドイツのミランダ・シュラーズさんが、この脱原発こそが経済再生の道であるということで、ドイツの例をいろいろ聞いて話をしてくれました。で、実を言いますと、私も自然エネルギーを使うのはとても大事だと思っていましたし、いろんなこう消費用の電気だったらそれで間に合う、だけど物を生産する電気を全部原発なくしたらこれは無理なんじゃないかと思っていたら、そのミランダ・シュラーズさんはベルリン自由大学の先生で、その専門家なんですが、ちゃんといろんなデータを集めて、そして確かにドイツ政府がいろいろな自然エネルギーの方に投資をして、そしているものだから、電気の料金は要するに自然エネルギーの料金の方が前の原発の料金よりも安い料金に今なりつつあると。だからそれはやっぱり政府のそういう政策を取らないとダメだけど、それをすれば脱原発でみんなは安い電気を手に入れることができるということを具体的に話をしてくれました。中心にものを考えて、そしてそれを一生懸命こう真似をするということは、日本の明治維新以来の流れであったと。で、その流れはヨーロッパが中心になっているということで、まあ英語でそのことの表現が一番よくできると思うんですが、ウエストとレストと、つまり西と、そしてそれその他大勢の場所と、そういうその対立っていうことは、実はヨーロッパで始まったこの近代、科学技術、その科学技術の一番到達したところが、まあ、軍事的な核兵器、
と一緒にやっぱりあの原子力核エネルギーを使った発電ということが一番最終的なこの科学技術 の, あの極限にある。で、まあ、それと一緒にあの遺伝子組み換えということもがもう一つありまして、であの遺伝子の問題とあの核エネルギーの問題はあの結局はつながるわけで、あの結局はあの放射能によって遺伝子が突然変異を起こす、でそれとあの、まあ、ダガンであの乗り込んできたんですけども、あの枯れ葉剤のアメリカがベトナムに撒いた枯れ葉剤 の, あの被害を受けた人たち、もう3代目になってもやはりあのそういう体が非常にいろんなあの形 の, あの危険が生じているという問題、全部こうつながっている。それが あの、ある意味でヨーロッパ の, あので起こった科学技術と、まあ、それをあの支えにしたあの資本主義経済というものが今いろんな問題を起こしているということを話を、しようとしました。でそれはあの、一番そのことをあのピースボートで話をするのに役に立つのは、あの私が子供の時に愛読をしていたジュール・ヴェルヌの80日世界旅行というのがある。でその80日世界旅行っていうのを今あのピースボートは同じようにやってるんですけども、あのピースボートはこういろんなところでゆっくりあの 見ながらあの80日以上かけてるわけですけれども、ぐらいをかけてるわけですけれども。